こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサンシャインチャイム、オリーブビクトリー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオリーブビクトリー花に立ちます。その後ろからはサンシャインチャイム、この馬も上がっていく構えです。さらにはポシブリーパーフェクト、10番アイシーウェルズ、その後ろ後方に控えたのがウィンドシャープ。前に戻りましょう。サンシャインチャイム先手を取りました。その外にアイシーウェルズ、その隣にオリーブビクトリー、その外にポシブリーパーフェクト、ピースキャッスル、そのうちに続いています。ヒシアマゾン B1 です。その外からマーブルアクティブ、すぐ後ろにアインエリザベス、その隣にトゥーアルタイザノ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として6番サンシャインチャイム、ピースキャッスル、ほとんど差がありません。アイシーウェルズ3番手、ヒシアマゾン E1 です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサンシャインチャイム。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンシャインチャイム先頭、あと 200m、 先頭はヒシアマゾン、ポシブリーパーフェクト一気に追いすがります。ポシブリーパーフェクト追いすがります。ヒシアマゾンもう一伸び、ヒシアマゾン1着、2着にはどうやらポシブリーパーフェクト。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ヒシアマゾン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。ミュージックシンデレラ前に行きそうです。キングズシアター、それに続いています。さらにはヴィンテージクロップ、13番サクラローレル、その後ろミスティーハッピー、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはミュージックシンデレラ、その外からヴィンテージクロップ、内からはイタリアンプレイ、その外からキングズシアター。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはミュージックシンデレラ、赤の帽子ビハインドザモア、その後ろその外からヴィンテージクロップ、内からはキングズシアター、サクラローレル後位をキープ、その外にデア&ゴー、並んで10番バランシーン、イタリアンプレイ、この馬もこのグループ、すぐ隣にランド、すぐ後ろにグランパドシアター、赤の帽子パーフティターン、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先頭はなんとなんとサクラローレル、場内も大歓声、ミュージックシンデレラ、それに続きます。並んで6番ビハインドザモア、すぐ後ろにスパイフォルム、その外からヴィンテージクロップ、並んで14番デア&ゴー、デルニエランプルール、この馬もこのグループ、内からはイタリアンプレイ、その外からバランシーン、白の帽子グランパドシアター、その後ろサクラローレル、先頭差はほとんどありません。2番手はキングズシアター、追いすがります。やはりサクラローレル先頭だ。サクラローレルいっぱいになった。サクラローレル先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。サクラローレル先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 サクラローレル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ヴィンテージクロップかわす。2番手はグランパドシアター、先頭はヴィンテージクロップ、1着でゴールイン。ヴィンテージクロップ1着、2着にはどうやらデア&ゴー、勝ったのはヴィンテージクロップ、見事な勝利です。
こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。ロングマリーン前に行きそうです。ダンスパートナーそれに続いています。さらにはサンセットタイヤフェア、6番ムーンシェル、その後ろもう一度先頭からマティアラ先手を取りました。その隣にサンセットタイヤフェア、その外からマッハレインボー、ピンクの帽子クイーンサンダース、その後ろヒマリダ、そのうちに続いています。並んで6番ムーンシェル。では前の方から見てみましょう。マティアラ先手を取りました。ヘルスクルーズそのうちに続いています。好位置をキープしています。ダンスパートナーフェアグレイン、そのうちに続いています。黒の帽子ジャスミンムイッシュ、その後ろすぐ隣にムーンシェル、その横にロングマリーン、プリンセスパス、そのうちに続いています。その隣にウェディングコート、その横にヒマリダ、その外にマッハレインボー。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。マティアラ先手を取りました。さらにはヘルスクルーズ、その後ろにロングマリーン、ダンスパートナー後位をキープ、すぐ後ろにフェアグレイン、さらにはジャスミンムイッシュ、赤の帽子プリンセスパス、その後ろその隣にムーンシェル、その外にマッハレインボー、青の帽子ウェディングコート、その後ろトッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。ここで先頭はヘルスクルーズ、ヘルスクルーズ先頭引き離しにかかる。2番手はサンセットタイヤフェア、先頭を捉えるか。さあダンスパートナー一気に来た。残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。さあ先頭に立ったのはマティアラ、残り 200m、 先頭はマティアラ。ロングマリーン抜けた。フェアグレイン追いすがります。ロングマリーン大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。アロママイヤー前に行きそうです。シーゲイトそれに続いています。さらにはサンエリート、6番ラムタラ、その後ろもう一度先頭から。先手を取ったのはシーゲイト、並んで14番アローポジティブ、内からはラムタラ、その外からサンエリート、内からはスウェイン、好位置をキープしています。マーベラスサンデー、その外にフィルサドスキー、グッドハウス、そのうちに続いています。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはシーゲイト、オレンジの帽子アローポジティブ、その後ろラムタラ、それに続いています。その外にスウェイン、好位置をキープしています。マーベラスサンデー、その隣にセルティックスイング、並んで16番フィルサドスキー、すぐ後ろにグッドハウス、さらにはエンタイヤ、並んで8番シングスピール。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から。シーゲイト先手を取りました。アロママイヤーそれに続きます。その隣にアローポジティブ、セルティックスイング、すぐ後ろ青の帽子スウェイン、その後ろすぐ隣にソングオブフレグランス、黄色の帽子マーベラスサンデー、いい位置につけました。スペクトラム、そのうちに続いています。内からはグッドハウス、トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。ここで先頭はアローポジティブ、アローポジティブ先頭。2番手はシーゲイト、懸命に追いすがります。マーベラスサンデーいい足、ここから勝負をかける。残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。アローポジティブ先頭、セルティックスイング先頭、残り 200m、 セルティックスイング先頭だ。しかし残りわずか、セルティックスイング先頭、ラムタラ追いすがります。セルティックスイング先頭だ、セルティックスイング、セルティックスイング1着、2着にはどうやらラムタラ、勝ったのはセルティックスイング、見事な勝利です。
阪神競馬場本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。オットバレリーナ前に行きそうです。エリモスピリッツこれに続きます。好位置をキープしています。エアグルーヴその外からクリス・ザ・ワイン、これに続くのがバブルトウーショー、並んで5番アムールサンキュー、しんがりからフレッシュバイオ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番エリモスピリッツ一気に先頭に立ちました。さあ先頭はまだ7番エリモスピリッツ、ここで先頭が入れ替わりました。オットバレリーナ、エリモスピリッツ2番手に控えました。さあエアグルーヴこのまま逃げ切れるかどうか。さあ先頭に立ったのはエアグルーヴ、突き放しにかかります。残り 200m、 エアグルーヴ先頭だ。エアグルーヴ力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はマッハバリュー、エアグルーヴ独走、エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着、2着はマッハバリュー、これは桁外れの強さだ。エアグルーヴ4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はツインターボ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はセイピーク、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 先頭は紅葉リファール、紅葉リファール先頭、マイネルリマーク追いすがります。紅葉リファール、紅葉リファール1着、2着にはどうやら河内立て男、勝ったのは紅葉リファール、河内立て男2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はエトワール成功、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 エトワール成功、ここまでか。イブキニュースター、リバーガール伸びません。イブキニュースター、イブキニュースター、1着、2着にはどうやらアイリッシュダンス、見事に勝ちました。イブキニュースター、リバーガール敗れました。これは掲示板までです。